と思う。ああ。ありがとうございます。来ました。今日は西条稲荷前巻きがあるということで、あ、すいません、はい、どうぞ、はい、やば
もう高層ビルの間にホームランをかっ飛ばすというあのシーン、しかもあのスカートのスーツで、スーツスカートで、そうですね、OL さんの格好で言ってましたね。かっこいいというか、センシーというか、はい、まあ我々引きつけられましたね。うわーって思いながら、そうだと嬉しいですね。で実際にあの街の中で打ったわけですかね。そうですね、ちょっと街の中で打つのは危険なので、はい、いろいろと入れます。ハイテクですから、ね、CD、ね、も使いながら、フォームがめちゃくちゃいいでしょ。ありがとうございます。もうこれはね、9年間本気で練習してきたので、それの積み重ねがあの映像に残っているので、良かったなと思います。岡山でも社会人の女子野球チームが次々と発足してて、はい、ルビーリーグだっけな、まあ、そこで、まあ、昨日も私、CD でもお伝えしたんですけども、あの野球、女子の野球が盛んなのが嬉しいですよね。そうですね、今まで中学校で辞めちゃうって子が多かったんですけど、中学の女子野球が増えてきたので、まあ、それが女子野球人口の増えてるきっかけだと思いますね。もう今男の子よりも女の子人口が増えてるので、その野球のだからもうこれからもっともっと楽しみですね、はい。コマーシャル、それから、まあまあ、ドラマも含めてですけど、バラエティとか、はい、ものすごくいろいろご活躍ですけども、ここから先どうなんですか、はい、皆さんを応援したいなと皆さん思ってると思うんですけども、はい、どんなこと期待しちゃいますか。そうですね、まあ、今年1年もちょっと健康で、はい、頑張って笑顔でテレビとかというイベントに出れたらいいなと思ってるので、はい、私の健康を願ってください。はい、稲村さんの、ね、健康を願いながら元気をいただきましょう。稲村亜美さんです。どうもありがとうございました。今日よろしくお願いします。さあ、そして空気階段、どうもー、お騒がせしております、皆様ね。ありがとうございます、ね、いや面白いですよね、はい、ありがとうございます。最高だと思います。最高ですか。ありがとうございます。コント師としてね、コントとして、はい、ありがとうございます。最高だって。最高ですか。いや最高、最高、最高、にゃーすいません、ギャグ振っていただいて、ありがとうございます。僕が絶対に今年流行らせるようと思っている最高最高最高ニャーというギャグなので、岡山の皆さんぜひとも使ってください。最後は何ですか。ニャー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 、はい、猫です。猫ちゃん、なんで、はい、一応去年、僕流行語大賞を狙ってちょっと最高最高最高ってギャグやってたんですけど、ニッチもサッチもいかなかったんで、僕はもうちょっと今年は猫の手を借りようということで、ちょっとニャーを足しておりますんでね、非常に使い勝手のいいギャグなので、男性の皆さんも女性の皆さんもぜひとも使っていってください。猫の手を借りるね、はい、はーい、ストーリーがあるんですよね、あなた方には。あ、そら、だってあのね、髪のおむつしてもストーリーがあるもんね。髪のおむつ、ブリーフです。ブリーフです。おむつだよね。あ、おむつなの。あれブリーフで。ブリーフなの。はい。おむつかと思ってた。おむつじゃないですか。キングオブコントでやらせていただいたんですけど、はい、ブリーフです。ストッキングかぶってね。ストッキングかぶって。まあ、もぐらさんなんか普段からあんな感じだろうと思いますけど。そうですね。だから人になっちゃったんだと思います。一週間前に離婚しましたから。すいません。ただね、先ほど。昼食にですね、お伺いしたところ、はい、僕がね、その先週離婚したばっかりでね、こんな大役大丈夫なんですかねって言ったら、はい、いや、大丈夫ですよ、この、なんか嫌なね、悪いことがあったりとか、そういう役的なものが起きた人が、はい、それを皆さんにね、拾ってもらうっていう意味で、ここからこう、巻くという、そういう意味があるみたいな。そうですね。はい。いや、うんうんじゃなくて、あるの、ね、だから皆さんに浄化してもらおうということで。ありがとうございます。本当にだ結構ね、その役年の方とかが曲がれる方多いらしいです、うん、なんで皆さんもそういう役年とかになったらね、役払い意味も込めて、そういえばキングボンビーかベビーボンビーみたいな感じしますよね。形はね、どっちにしボンビーってことですね。失礼ですね、はい。小島桃子さんは、はい、なんとね、アニメが好きでね、しかもね、好きなアニメがね、はいはい、寄生獣とか、はい、進撃の巨人なんです。よく見てます、ね、進撃の巨人知ってます。あ、実は進撃の巨人で、小倉さんが全裸ででかい巨人になって出てきて人を食っちゃうっていう。僕じゃないんですけど、まあ、違うんです。
小島さんってそういうあの人が食われる系の漫画が好きって言ってたの？寄生獣とか。なんでああいう AV の方が好きなんですか？なんでですかね、流行ってる。流行ってるな。あ、いや、流行ってる。まあまあ、確かに流行ってるっちゃ流行ってるんですかね。小島出身ですが、はい、そうなんです。小島はなぜ小島というかというと、はい、浮竹が、はい、浮竹は、はい、朝鮮半島の貴族だったんですけども、はい、小島に入ってきたんですよ。小島に船で着いて、はい、で浮竹の旗頭が小島のこの、あ、横棒のない旗頭あるでしょう、はい、あの上りについてる、はい、あれはあの浮田の朝鮮半島の時の貴族の名字なんですよ。あ、そうなんですか。でそれが子という字なんですよ。だから小島なんですよ。全然興味ないです。全然興味ないです。よろしくお願いいたします。一くん、よろしくお願いします。何個くらい取りましたか？何個くらい取りましたか？いや、分かんないです。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6、7個。あ、すいません。お願いします。はい、何行きましょう。チョコレート、はい、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。